はい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生、赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三里にあります産婦人科アイレディースクリニック提供のもと、お産の素晴らしさをお届けしていく番組です。この番組は宜野湾市喜生名、宜野湾ヒルズ通り沿いにありますFM 宜野湾のスタジオから私田辺由紀がお送りしていきます。いつも担当の能見あずささんは先週出産されまして産休中ということで、代わりに由紀がお送りしております。この番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームでツイキャス、ユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができます。そしてサイマル放送もやっておりますので、こちらもホームページから聞くことができます。そちらもぜひお楽しみください。さて今日は最初のコーナーでは、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。一人目は高安さゆりさんの男の子の出産シーンです。スタッフさんにサポートされながら頑張るママ、無事に出産して元気な泣き声が聞こえてきます。勢いよく泣いている赤ちゃんを見てママも安心している様子です。そしてパパによるへそのをカットです。コメントはパパです。それではお聞きください。はい、見て、はい、すごい、すごい、前向いて、自分に持ってこない。よし、元気だ元気だ、抱っこして。お父さん今カメラ撮ってるからね、元気だね。はい、取れました。はい、はい、じゃあ、はい、奥に入れてもらって、もっと歯の奥に入れてもらって、1回で切れて3、4回で、はい、3、4回でゆっくり、1、どんな子になってほしいですか？もう健康な男の子で、はい、まあ、それだけです。はい、ありがとうございます。はい、高安さゆりさんの失礼しました、男の子の出産シーンでした。本当に赤ちゃんが元気に泣いていましたね。はいはい、これぐらい元気いっぱい泣いてくれたら本当にね、一安心ですよね。結構耳から入ってくる情報っていうのはね、どんな時でも出産大変だと思うんですけど、そういう時でも耳だけはね、よく聞こえるらしいので、ね、こういう声を聞くとね、お母さんも本当に安心されたでしょうね。はい、お父さんもね、ほのぼのした落ち着いていたのかな、メッセージコメントくださってました。ありがとうございました。おめでとうございます。それでは続いて、匿名希望さん、男の子の出産シーンです。元気な泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん、後ろでおめでとうという声が聞こえます。コメントはパパです。それではお聞きください。
どうだ、見える？この子、元気な男の子でとても良かったです。で最後、はいはい、匿名希望さん、男の子の出産シーンでした。こちらの赤ちゃんも勢いよく泣いておりましたね。本当に元気いっぱいですね。はい、パパもそれを聞いてね、一安心されていたようで、はい、よかったです。元気にね、生まれてきてくれてよかったですね。おめでとうございます。それでは最後は匿名希望さん、男の子の出産シーンです。立ち会っているパパやお姉ちゃんたちに見守られながら無事に出産。お姉ちゃんたちがちっちゃいねと愛おしそうです。コメントはパパとお姉ちゃんたちです。お姉ちゃんたちのコメントが可愛らしくて印象的です。それではお聞きください。こっちだ。ちっちゃいね。パパ、切りますね、向こうのね、左側ね。うん、おめでとう、おめでとう。おめでとうございます。5月2日、先ほど生まれました。名前はまだない。今から決めます。桑江家の長男、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。いっぱい遊ぼうね。バイバイ。バイバイ。遊ぼうねって。いっぱい遊ぼうね。バイバイ。カッタ、お疲れ様。あ、お疲れ様です。ゆっくり休んでください。はい、はい。3人目は匿名希望さんの男の子の出産シーンでした。またこの子も可愛い声で泣いていましたね。男の子だけど、ちょっと高めの声っていうかね、可愛い泣き声でした。産声でした。そして、お姉ちゃんたちの声も可愛かったですね。この声からすると、喋り方からすると、小学生ぐらいですかね。結構、はっきり聞き取れたのでね。お姉ちゃんたちっていうことは、女の子ばっかりの中に男の子がやってきて、また嬉しいでしょうね。お姉ちゃんからしたら弟ができてね。はい。で、またこのお姉ちゃんたちとお父さんも、なんかみんなね、こう嬉しくて、なんか楽しげな感じが伝わってきました。いつもね、仲のいい、このね、家族だ、なんでしょうね。そこにまたね、一人増えたということで、もっとね、ワイワイ楽しくなるんでしょうね。はい、おめでとうございます。それでは今日は1人目は高須さゆりさんの男の子、2人目匿名希望さんの男の子、3人目も匿名希望さんの男の子の出産シーンを放送いたしましたね。素敵でした。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。愛レディースクリニック、愛レディースクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは、皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は、メールアドレス 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。
このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りしています。さて、それでは CM を挟んで教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our musicOur entertainment has begun. We do not know what is our life, nor our death, nor ourselves. Hello, everyone. Our email address is 797@fmgino1.com. Please send us an email. Thank you. で、最後。はい。赤ちゃんいらっしゃい、教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの院長北条秀志先生にお産についてのお話を伺い、沖縄で活躍している女優の上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。月に1回収録した内容を4回に分けて放送していきます。今回は先日うるま市で起こった女性遺棄事件についてです。関連してレイプがいかに女性の人生を狂わすのか、自分の身を守る大切さについてもお話しいただきました。それではお聞きください。このインタビュー社会派番組なんですよ。ああ、そうね。ちょっと今日は社会派でちょっと進めよう。そうなんですよ。今日社会派なんですけれど、うんうんうん、ちょっと聞きづらいんですけれど、うん、最近このお隣のうるま市で大きい事件があったじゃないですか。本当にね、はい、悲しい。ね、なんていうかな、まあ僕はもう中学校で性教育の講座やった時にね、うん、もうレイプは殺人と同じ、ね、うん、たとえねその生きても女性の人生狂わせるからね、うん、やっぱりね、まあ、逆レイプはあんまりそんなに聞かないから、やっぱ男性がね、うん、女性に対してっていうのがほとんどだからね、うん、やっぱりね、いけないね、本当にいけないじゃ済まないし、自分の娘がもし奪われたら、ね、命奪われたらね、うん、どんな気持ちがするかって考えたらね、分かりそうなもんだけどね、うん、でレイプやする人はやっぱり俺は卑怯者だと思う、うん、ね、うん、同じようにやっぱりね、僕女性に手を挙げる男っていうのも、うん、これ DV ね、やっぱりダメ、うんうん、口でね喧嘩するとかさならいいけど、やっぱりね、女性に手を挙げる男はね、やっぱり弱い、うん、ね、たとえねムッと来て殴りたいってね思っても、女性だということをね、しかも腕力でどうしてもやっぱり女性より男性の方が強いわけだから、うん、そこをね手を挙げたらいけないと思うね。これは僕もその性教育の時も話したんだけどね、うん、まあ僕はね40後半だから古い昭和の人間っていうのもあるかもしれないけどさ、ね、男性は女性を守るっていうのは、うん、これは別にね、世の中が進歩しても変わらなくていいんじゃないかなと。それでなんかこの、やっぱり、やっぱり力が強いじゃないですか、うんうん、思ってるよりも、うん、女性からしたら、うん、男の人って力が強いので、うん、この自分が男性らしさっていうんですか、うん、意識するだけで、うん、
ちょっとこの弱いっていうのはね。そうよね、うん、まあどういう心境でレイプをするのかわかんないけども、うん、やっぱり一線を越えちゃいけないところね、たと、うん、えその男性が、ね、その本能でねこう、うん、あの衝動的になるっていうのはね、それは僕もわからないことはないけどね、うん、でも一線を越えるか越えないかがその人の人生ね、うん、だからそこをねこうしっかり教育することもだしね、うん、自分のコントロールをねできる教育をしていかないと、うん、ね、本当にまあでも最低なやつはね薬あの飲み物に薬混ぜたりしてね、あ、うん、あ女性のそうそうね、卑怯なやつは卑怯なやついっぱいいるから、うん、まあみんな女性も気をつけてね、そうですね、うんうん、幸せになるためには、うん、自分女性は自分で自分の身を守ることも大事なんじゃないかなと思いますけどね、うん、本当ですね、うん、まあ米軍確かに米軍っていうことで、うん、今回はね、うん、米軍族元米軍族の人ですか、うん、ね、はい、でも奥さんも日本人ってことだし子供もいたしね、うん、何が理由でそんなことに走ったのかね、うん、分かんないけど、これは別にアメリカ人だからじゃなくてね、うん、まあ日本の男性も同じことが言えるからね、うん、そうですね、うん、だから人ごとのように聞かないでやっぱり、うん、やっぱりやね、日本の男性諸君もね、うん、沖縄の男性諸君もそこは女性を守る存在であってね、うん、傷つけないようにするにはどうしたらいいかね、うん、しっかりと考えてほしいね、うん、と思うよね、うんうん、で最後、はい、教えて北条先生のコーナーをお送りしております。今日は 社会派でしたね。うるま市で起こった女性遺棄事件について北条先生のコメントをいただきました。私が聞いていて印象に残ったのはやっぱりこういうレイプしたり女性に暴力手を挙げたりするような男性は弱いっておっしゃってましたよね。だからなんかそうなんでしょうね、何か弱さがそうさせてるのかもしれないなと思いました。そのされる側のね女性はもう最初にね、そうそうそう、もう一つ殺人と同じだぐらいだということをおっしゃってたので、される側のことを考えるとやっぱり一線越えないですよね。ぜひその辺のことを衝動に走らずに、衝動的な人もちょっとその辺思い出して考えてほしいなと思います。はい、それでは、ツイキャスありがとうございます。平林さん、おはようございます、お元気ですか、はい元気です、ありがとうございます。ハンニバル大好きさん、おはよう、雨の一日ですがスタッフさん頑張ってくださいね、ありがとうございます。今日はね荒れ模様ですけどね、まあ一日台風はそんなにそれていったので心配なさそうですけどもね、一日気をつけて頑張りましょう、ありがとうございます。それでは残り時間、あずささんはどうしているでしょうか。先週ね出産されたので、ちょっと今どんな風に過ごされているのか気になりますよね、みんなね。では今電話かけてみます。もしもし。もしもし、おはようございます。あ、おはようございます。どうですか。はい、今日も元気です。元気そう、声。出産から1週間やってました、はい、1週間、まだ1週間ですよね。そ そう、まだ1週間だけど、なんか1週間以上経ってるような気分です。あ、この1週間はどうですか、進み方は。初めの3日間ぐらいは、はい、もう1時間ごとにずっとおっぱいおっぱいって泣いてたのが、うん、頻回授乳って、しょっちゅう吸わせてたら、おっぱい出るようになってきて、はい、5日目ぐらいからはもう3時間、4時間ぐらい寝るようになったので、だいぶちょっと落ち着いてきました。へぇ、
こんな短時間に変わっていくんですね、どんどん。うん。でも多分2人目だからっていうのもあるかもしれない。へえ。上の子の時は、うん、まあ初めての、育児だし、おっぱいもやっぱり今まであげたことがないから、はい、痛くて、吸わせるのが、うんうん。そう、で、体も慣れてないから、気取りのが1ヶ月ぐらいかかったんですよ。へえ。そう、で、私はどっちかといえば出すぎるタイプで、はい、なので、なんか乳腺炎とか、はいはい、そういうのに、やはり安かったりとか、するんですけど、うん、そうそう、今回は上の子も今まだ吸ってるので、そう、二人あげてるの、二人。すごい。なんか犬とか猫みたいで。ちょっと両サイドに大きいのとちっちゃいのを二人両方あげてるから。そんなことできるんですか？そう、タンデム授乳って言って、実はできるんです。すごい。そう、まあ体力使うけど、うん、やっぱ上の子のケアも何でも我慢させないで、うん、おっぱいあげるだけでもやっぱり、あ、自分も優先されてるんだっていうのがわかるみたいで。上の子は何歳でしたかね？来月で2歳です。うん、じゃあまだね、甘えたいですよね。ちょうどイヤイヤ期真っただ中なので。うん。へそう、だから、まあちょっと大変だけど、うん、いいですよ。へー。初めて聞きました。本当ですか？でも出すぎる方だからできるんですかね。いや、でもおっぱいって吸わせたら吸わせるだけ必要な分だけ出てくるから。うん、へー。そう、なんか大事なのは、うん、なんか3時間以上空けずに、きちんと吸わせることらしくて。へぇ。3時間以上空けちゃうと、子供がいないものだと脳みそが、脳が認識しておっぱいの量が減っていっちゃうらしいです。へぇ。そう、だからしょっちゅうしょっちゅうきちんとあげると必要な量が出てくると。不思議ですね。ね、体はね。人間の体ってすごいなって。ねえ。うん。そっか、じゃあ、二人目は結構順調に、もう最初から。一、うん、人目の時とは全然違うなっていうのが今回の印象です。あ、そうだ、先週名前を聞いてなかったんですけど、もしよかったらお名前、あ、下の子の名前、生まれた子供。レナちゃんです。レナ？レナ。レナちゃん。おめでとうございます。ありがとうございます。今ツイキャスにビャッコさんが、アズアズの声久しぶりに聞いたアズアズさんおめでとうございますって来てます。ありがとう。楽しんでます。かわいい新生児。ああ、いいですね。もう3人目産みたい気分です。本当ですか？うん。もうね。そっか。安産って言ってましたよね、うん、先週ね。そうそうそう、うん。うん。私やっぱ上の子の変化も楽しいし。うん。ねえ。3人目作っちゃおうかなって。すごい。あ、やっぱり安産だからじゃないですか。大変だったらなかなか思わない。もうちょっと今はね、うんうん。なのでやっぱでも妊娠中の食生活とか体作りは大事だなと今回思いました。お、気をつけていたんですか？一応そうですね、うん、うんうん、そう、ギリギリまで元気そうでしたもんね。うん、だから妊婦の皆さんにもやっぱり食生活とか、うん、ね、そういうのは大事にした方がいいなっていうのが今回学んだことです。うんうんうん。あ、それで、それ気をつけていたから結構スムーズに出産もできてっていうことですかね。うんうん、はい。はい、わかりました。じゃあ、また日々ね、ま、変化があると思うので楽しみながら。来週どうなってるか楽しみにしておいてください。うん、はい。育児楽しんでください。はい、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。はい。赤ちゃんいらっしゃい担当の野宮あずささんに電話をつなぎました。一週間ですね、出産して一週間経ったということで、レナちゃんに、ね、なんか順調そうですね、とってもね。二人一遍に母乳あげられるんですね。初めて聞きました。あ、白子さんがよそん様の赤ちゃんは犬の子を呼ばわりするなって。ちょっと私も言いながら、なんて失礼なんだろうと。犬みたいとか言ってしまったんですけど。なんかね、犬のお母さんにいっぱい子犬が群がってるみたいなとこ想像してしまったんですけど。ねえ、でも人間もできるんだ、あるんだと思って。はい、アズアズの子供はアズアズに似て元気なお子さんが生まれてきたのかなって。そうそう、そうみたいです。先週はね、声もちょっと聞けてね、元気みたいですよ。はい、よかったですね。それでは、赤ちゃんいらっしゃい。今週はこの辺で、
当はお相手は田辺由紀でした。また来週。